グレックス・スティームスマは、アメリカ合衆国、ウィスコンシン州、ランドルフ出身のバスケットボール選手。ポジションはセンター。現在は、ミネソタ・ティンバー・ウルブズでコーチを務めている。ウィスコンシン州の地元の高校から2004年に、ウィスコンシン大学に進学。しかし1から2年生時は、右足の負傷に苦しみ、3から4年生にかけても、 平均3得点台に止まり、2008年の NBA ドラフトでは、どのチームからも指名を受けることはできなかった。スティームスマは2008年にターキッシュバスケットボールリーグでプロキャリアを開始。その後は韓国、D リーグでもプレーした。2011年12月9日、ボストンセルティックスと契約し、念願の NBA 入り。1年間プレーした後、 2012年7月に、制限付き FA となったスティームスマは、ミネソタティンバーウルブズのオファーシートのサイン。セルティックスティンバーウルブズのオファーのマッチングを行わず、ウルブズへの移籍が決定した。ウルブズでは76試合に出場したものの、2012から13、シーズン終了後に2013年7月に解雇された。以降ニューオーリンズペリカンズ、トロントラプターズと渡り歩いたものの、 出場機会は減少。2015から16シーズン開幕前は、オーランドマジックのシーズンキャンプに参加したものの、開幕前に解雇。結局同シーズンは、どのチームとも契約することはできなかった。2016年9月12日、ポートランドトレイルブレイザーズとシーズンキャンプに関する契約を結んだが、開幕前の10月21日に解雇された。 ありがとうございます。